ど出だしのスタートが全然違う。そしてこのメガネのオーバルも違う。なんかいきなり声が全部だったんでびっくりなんですけど、いや、ここのギターがちょっと早かったんでびっくりしたんですけど、腰がいってますね、腰が。腰がでも明らかに出だしからちょっとペースが違ったので、うん、これは気合入ってますね。気合が入ってる。泉選手も帰ってきそうだ。そうですね。あ、でも木内選手の走りはすごいぞ。ドライブのタイム1分58秒です。1分58秒です。お疲れ様です。今スタートに立っているのはゼッケン68番今村選手です。 VFR800 です。1ヒート目のタイムもこれ大きいバイクで1分45秒ということで、どんどん更新してほしいなと思います。さあ、いよいよよろしいでしょうか。はい、それではスタートします。怖い、これは怖い。すごいぞ、ゼッケン選手が帰ってきたタイムの方は、ドライブのタイム1分35秒です。35秒っていうことは、今36秒台の誰かが表彰台させなくなる。